皆さん、おはようございます。ティーンでは飲みなくぼいきんゆうたくです。もうちょっと知りたかった夏の行事言います。まあ、行事とアイテム、まあ、衣替え、講義の1日、これ、アイテムとしてはまあ、鏡餅とか、講義のように硬い講義餅があるそうです。いや、驚きました。無形の1日、これ、蛇、絹に1日と呼ばれ、蛇の皮ですね、要は。富士詣、これ、富士山登山ですね、はい。帽子。あとは、時の記念日、6月10日ですね。はい。あとは、そうですね、入梅もあって、これ、梅雨の時期が多いです。はい。まあ、白根大凧合戦、これ、新潟ですね。はい。お田植え祭り、糸満、ハーレー、鳥越祭り、はい。7月は、まあ、よく七夕があってね、はい。七夕祭り、いろいろ、七夕流し、眠り流しがやってるそうですね。はい。まあ、梅雨明け遅い時期もあるので要注意を。初中見舞い、初期払い、こういうのがあって、お手紙、年賀状みたいなもの書いたね、はい。それが宝くじ前にやったことも、天神祭りはもちろん、三玉祭り、四万六千日、はい、祇園祭、三つ留の舞とかいろいろですね、はい。8月はまあいろいろ、お盆とかいろいろ踊りもあるけど、お祭りが多いですね。まあ、精進料理や肉と魚を使わない。もう料理豆系ですね。あとはまあ、御三送り火、これ京都の伝統行事だそうです。はい。あとはまあ、八朔団子馬というのがこういう風習、八朔祭りがあるそうですね。はい。地蔵坊、背垣とかいろいろあるそうですね。はい。というわけで以上です。バイバイ。